おはよう、スロット勝ったよ。よかったよ。よかったっすよ。もかもかさんもスロットやってたね。あのね、オス番長に座れて、昼に行ったら、オス番長に座れて、で、あの、5000円まあ、俺、スロットのこと詳しくないじゃないですか。で、まあ、適当に打ってて、で、なんか、ベルがどうのこうのっていうのは、まあ、ネットで調べてたんだけど、なんかね、ハマってる台だったんですよ。なんかもう900回転とかも前の前ぐらいにハマってて、で、5回連続 ART 入らなくて、で、まあもう、設定だなと思って、で、他の台のグラフとか見ても、下がってる台は下がりっぱなしの台だったから、オス番が、これ勝てねえかもなと思ったけど、まあワンチャンあるかなと思って、ちょっとせっかくだから打ってみようって言ったら、5000円で ART 入って、で、その後ね、ビッグ何回引いたかな？青7、赤7、青7、赤7、赤7っつって、どれくらい回ったんだろうな。で、まあ結論2400枚ぐらい出て、初めて勝ちましたね。投手5000円で、綺麗な勝ち方っすね。もう理想的な勝ち方っていうか。投資金額も少なくて、いきなり ART 引いて、まあ、事故るっていう。そんな感じで、まあ、本当はね、プライベートで打とうと思ってたんだけど。2000枚飲まれた？オスマンスか？あれっすね。飲まれるとき飲まれますね。うん。純造が2だよね。確か。うん。まあ、面白いかなって言ったら、俺、バジリスクの方が面白かったっすね。やってて。いきなり当たっちゃったんで、その、わかんなかったし、オスマン打つのが初めてだった。ジャグラーで2000枚。ジャグラー2000枚きついっすね。ジャグラーは僕苦手なんですよ。うん、バガーありがとう。リオさんおはようございます。モカモカさんバガーありがとうね。いや、きついっすね、2000枚は。まあでも僕ね、2日間で10何万負けて、3日間で15万ぐらい負けてるんで、それに比べたらいいかもしんないけど、4万負けはきついっすね、ジャグラーでは。おはよう、バレーニアさん。でもね、だんだん分かってきた。スロット配信者がなんでジャグラー打つのかっていうと、もう出ないんだよ。辛いんだよ。アキラさんおはよう。ぜひ盛り上げていってください。昨日の勝ち方は理想的な勝ち方だよね。ほんと綺麗な勝ち方っていうか。まあ、ほんと、ね、ラッキーだったんだけど。スロットって本当に設定なの？店長が裏で当てたりするんやないの？ね、裏で当てたりするのも、あるっちゃあるんだけど、今、まあ、それ違法行為なんだよ。もう、店側がバレたら一発摘発で、もう店営業停止食らうぐらいだから、まずそのリスクを犯さないのね。で、俗に言われてるのは、そのパチンコとか、スロットとか、まあパチンコが特になんだけど、ホールカウンターっていうのを入れてるんですよ。あの、店に制御コンピューターがあって、でパチンコの前台を管理するんだけど、今日店100万円勝つっていう設定をポチッと押しておくの。っていう風なのはよく言われてる。そう、裏で遠隔でポチっていうのも事件で何回か摘発あるんだけど、あるっちゃあるんだけど、リスクがでかいから、やらないだろうなっていう。改造をするわけだから、店側が。で、今うるさいのね。パチンコ業界っていうのが。すごい、ピリピリしてる状態だから、カジノ法案が通る通らないとかで。だからね、もう下火は下火なんだよ。で、やってないと思うよ。うん、スロットはまあ設定。まあパチ屋で働いてたことあるんだけど、こう鍵をガチャって開けるの。で、電源を切って入れるときに、そのボタンを押すと設定を変えられるっていうのがあるんだけど、まあまあ設定だろうね。うん、設定1とか入れておけば、まあ負けないから、トータル長い目で見たら。昨日の勝ち方本当理想だったよね。系列戦ごとやれるから。そう。もう、ほんと、でっかい企業だと、パチンコだと、もう100店舗ぐらいあるわけですよ。そういうところはやらないよね。うん。あの、リスクがでかすぎる。だからまあ、都市伝説的にあるけど、その、本当はね、なんていうのかな。まあだから、スロットの本来の勝ち方っていうのは、ハイエナっていうやり方であったりとか、勝とうと思ったら勝てるんだよ。理屈上で言ったら。あの、サラリーマン的な夕方に行って、捨ててある台を見て、で、理論上は勝てるっていうのは出せるのね。その台の研究とかをちゃんとやってた。ただもう、
俺はもう、なんつうの、スロットをね、全然本ちゃんでライターやるつもりもないし、スロッターになるつもりもないから、趣味で打つっていうのが楽しいなと思って。1000ハマるから設定1っていうわけじゃないんですよ。簡単に言うと、設定6でも1000ハマることっていうのは全然あるの、理論上は。簡単に言うと、機械割りって言って、その当たる確率がどれくらいなのかっていう。設定1だと例えば400回に1回当たる確率なのか、その設定6だと280回に1回当たるっていう風になってるけど、引きが弱いと。要はレバーを押した瞬間に決まるのよ。ベルが出るのか大当たりなのか、リプレイなのかっていう。俺はまあプロ配信者になりたいと思ってずっとやってるけどね。チャキーさんいらっしゃい。楽しんでてください。パチンコ屋なら釘開けてもスロット設定6でも負けるときは負けますからね。うん。遠隔するメリットがない。そう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 。だからね、もっと細かいやり方をやってるのよ。例えば、その、俺が行ってる店だと、1000円で普通50枚なんだけど、1枚20円なのね。だけど、1000円入れたら47枚しか出ないってことは3枚損するわけよ。そうすると、1000円入れるたびに60円店側に落ちるとかさ。あと、その、店側がなんで儲かるのかっていう理屈っていうのは、その時間制限があるから、大当たりが連チャンしてる時でも店が閉店になるわけじゃん。だから、その途中で、その大当たりを時間的にブロックできるわけだから、いろいろあるのよ。まあ店側が絶対儲かるようになってる。その中でどうやって勝つのかっていうのが、まあ、パチスロとかパチプロとか言われてる人なんじゃないの。スロプロとか。俺はそこ目指すつもりは全くないから。趣味で打つっていう。まあ配信の企画であったりとか、新しい層を取り込んでいきたいのよ。まあ、思うじゃないですか。これをきっかけに和道の放送、ああ、雑話も面白いんだ、みたいな感じでね、フォローしていただいたりとかしても。うん、で、スロット配信しか見ないっていう人は世の中にいないわけだから、うん、新しい出会いがあったから、俺はすごいいい企画だったと思うよ。最後はもう趣味で打って、旅出ちゃうから、もう打てなくなるから、打っておこうと思ったら、たまたま出たっていう。で、まあ出たから回そうっていう配信をね。盛り上がるかなと思って。でもまあ、そうだよな。今の台、辛いなって本当思う。昔だったら、連チャンしたら2時間で10万枚、あ、10万枚もいかねえや。2時間で10万円分ぐらい出るのよ。本当に出たの。バーって出るのよ。その代わり、その飲まれる金額多かったんだけど、今ね、大当たりが続いてもね、2時間3時間出して、3万4万しか儲かんないから、時間がかかるんだよね。その分、ゆっくり遊べるっていうのはあるかもしれないけど。これじゃあね、スロット人口減るわな。厳しいと思うよ。今の、そのパチスロパチンコって。まあ、パチンコの場合は、その、釘次第なんだよね。その回転させる率だから、打ち止めとかいろいろあるんだけど。昔は1000円が10万に化ける時代だったからね、ほんとすごかったっすよね。ほんとに一撃、もう設定1でも勝つとき勝つっていうか、もう運ゲーですよね。設定6とかじゃないもんね、もう。設定1だろうがみんなぶん回してたもんね。ワンチャンかけて。ギャンブル性が高かったんだよね、簡単に言うと。俺は素人だから設定カンパとかできないけど、でも設定が分かる頃にはさ、もう2000回転3000回転でやってるわけだからさ、もう負けてるか勝ってるかだよね。要は損切りするかどうかでしょ。きついもんあると思うよ。花花って出ないよね、あれ。花花っていうのは、オキスロっていうジャンルなんだけど、出るときは出るよ。ただね、出方の問題なんだよ。マックスどれくらい出るのかっていう可能性がある台なのか、なんて言うんだろう。まあ、ジャグラーとかだったら万枚なんてほぼほぼ出ないわけですよ。
まあ、出るとき出るんだけど、まあもう奇跡みたいな確率なのよ。でもあんまり出やすい台とか、その代わり普段のボーナスが少なかったりとかあるんだけど、まあ、はなはな人気でしょ。全然オキスローで今、銀行で出てる台。俺、島唄っていう台が好きだったんだけど。うん。要は、オキスローって沖縄のスロットでメダルでかいのよ。沖縄独自で発展したから。でも、ジャグラーみたいに、その、パトランプっていうのがついてて、キュイーンってなるんだよね。オキスローは。だから、オキスローファンはね、根強いよね。ボーナスがついてる。ある程度回ってるジャグラー打つのが一番やけどしない遊び方。まあそうだよね。北斗の拳50連、5連。ああ、じゃあ結構やってるんじゃないですか。南国少年 A さんは。北斗は熱かったですね。僕、吉宗とかオスマンとか打ったことなくて、ほとんど北斗ばっかり打ってたんですよ。あれは面白かったですね。熱かった。あれでもよくよく考えると、あれ未完成の台なんだよね。演出とかね。なんかちょっと、おかしかったよね。今考えると。最近出てるのがやりたかったんだなっていうのはわかる。演出とかね、間に合わなかったんだよ、多分、予算が。北斗は面白かったっすね。だいたい1ゲーム1500枚いかないぐらい、1200、あ、じゃあ120枚ぐらい出んのか。あ、化けをずっと連チャンさせるみたいなね。はなはなにハマってるんだ。まあ趣味程度に打つのが一番いいよ。働いててサラリーマンで休日打つとか、それが正しい遊び方だと思うよ。正しい遊び方ですよ。時間効率悪いもん。スロットで稼ぐって毎日張り付いて毎日何店舗もチェックして台をで、その上でさらに研究重ねて10時間ぐらいぶっ続けて打つわけでしょ。10万負けてるぐらいだったら全然いい遊びじゃないですか。今年4月でしょ。全然いい遊びだよ。勝てるわけないんだから、うん、趣味だよ趣味。だってね、音楽やってる人だったら10万ぐらい使うし、機材とかに。あ、どうもどうも、初見さんいらっしゃい。和道と読みます。初見さん、小鉢さんいらっしゃい。滝谷さんかな、滝谷さんいらっしゃい。まあ、FX とかね、バイナリーオプションとかの方が、利率はいいと思うよ、全然。全然いいと思うよ。ほら、どうもと、マーケットがでかくなればなるほど、ほら、胴元の儲かる確率っていうのが、まあ勝つは勝つんだけど、胴元が安定して勝てるんだよ、胴元が。だからその無理して引っ張らなくていいから。株とかもそうでしょ。手数料ビジネスじゃん、ああいうのって。だからまああれは投資だと思ってるよ、株とか FX とか。ギャンブルは胴元が絶対勝つっていうのはもう何百年前から変わってないんだから。その中でね、賢いやつとか運のいいやつとか勝てるだろうけど。だけど俺はスロットとかパチンコとかが、なんで勝ちづらいかっていうのが、その種線を操作できないわけよ。あれ、レートが決まってるわけよ。ただ、その、なんつうの、FX とか株とかもそうだし、そのバカラであったりとか、そのカジノって言われてるジャンルっていうのは自分の持ち金で遊べるでしょ。1万円しか持ってない人はそれなりに遊べるし、100万円の人も同じゲームができるのよ。それが面白いんだよね。で、一発逆転があるっていうか、賢かったら勝てるからね、ポーカーとか。俺はそういうのが好きだね。テキサスホールデムとかね。長期的に見たらさ、パチンコとかって1年か2年とか3年とかで台がさ、なくなっちゃうけど、FX はなくならないからね。経済の勉強にもなるし。長い目で見たら俺は FX とかやってる人の方が賢いと思うよ。
まあ、っていうか、あれだろうね。その、インターネットのその FX とか株とかの取引が盛んになったぐらいとさ、あの、パチンコ業界の人の入れ替わりってリンクしてると思ってて。だパチンコにハマってた人たちが、くら替えしたんだよね。FX の方が面白いじゃん、つって。でもまあ、どの世界もそうだけど、1割の人間が勝つだけなんだよ。5% とか 10% とかの人間が勝つだけだよね。アイムジャグラー最高、6500枚。すげえなー、すごいなー。そんな出るんすね、アイムジャグラーって。アイムジャグラー、初代だと万枚出ることもあるでしょ。おー、ちゃんまゆ、ありがとう。パフェありがとう。絶好調だね、ちゃんまゆね。見てるよ。あの、風船の企画すごいよ。囲われてるね。いいリスナーさんついてるじゃん。頑張って応援してるよ。初見さんいらっしゃい。いやー頑張ってるね。昨日、24,000 円でビッグ9回引いて1万円換金買ったからやめた方がいいって分かった。あ、まあまあまあ、あ、勝ってる時はやめ時だよ。飲まれる可能性があるから。先日のバジリスク結局どうなったのよ。あ、あれでやめたよ。放送やめて終わり。うん。ただ、昨日買った、オス番長で。4万円買った。風船見てる見てる。しかも、ね、ツイッターとか見たら、幼稚園とかに、ね、寄付したりとかして、偉いなと思って。いい活動してるなと思って、感心しました。ね、いい企画だよ。あれ自分で考えたの？あれ自分で考えたんだったら、相当、うまいなと思ったよ。うん。女の子らしくていい企画だなと思って。すごい良かった、あの企画は。何回かね、ちゃんまゆの名前出さなかったけど、すごい上手い企画考えてる女の子がいてって紹介させてもらったよ。俺あの台で先日万枚出た。マジか、バブジリスク結構出るんだね。1300回転はめて、次のおっさんが再回転でビッグ引いて泣いた。まあ、それがギャンブルだよ。そういうもんだよ。おはよう、ラリアイさん。楽しんでて、盛り上げてってください。一緒に盛り上がりましょう。ねえ。でもね、俺、大移動ってさ、結局自分が引くか引かないかじゃん。結局。だからね、俺大移動嫌いなんだよ。もう、隣で出ちゃうと凹むから、粘りたいタイプなんだよね。4号機以前を知ってる世代は今は残念すぎる。まあ、そうですよね。昔なんかだってアラジンとかミリオンゴッドとかなんかさ、だってすごい話聞くよ。3万枚とか5万枚とか。100万出たんだよ。朝からずーっと出っ放し。座って朝から閉店まで、そう、出玉が違うわけじゃないですか。ビッグじゃないですか。ボカーンって連チャンするわけじゃないですか。出っ放し。もう本当に台ぶっ壊れてるんじゃねえかって思うらしいですよね。俺どれくらいだろう最高買ったの。1万、スロットで言ったら万枚超えは何回もあるんですけど、万枚超え何回もあるんですけど、でもね、2万枚は行ったことない。1万5千枚もない。1万多分2千枚ぐらいなんだよ。1万3千枚はないかな。あと8千枚とか6千枚とかちょいちょいあるけど。ぶっこんでる額も大きいから、トータルしたら負けてるけどね、全然。ナンボールさんおはよう。でも、パチンコで俺実はすごいの引いたことあって、パチンコでね、6万4000発ぐらい出したことあんの。ずーっと出っ放し。もう疲れるぐらい。初代ミリオンゴッドで3万5000、うーわ、すげえ。すっごいね。そう、だって60何万、70万。すごいよね。やめらんなくなっちゃうよね、そんなのね。70万だもんね。全部元が取れたもんね。お釣りが出てくるぐらいね。だからそういうギャンブル性っていうのかな、なんか話題性っていうの、夢があったよね、昔の代は。結局夢を買うわけだから。閉まらないですね。初代ゴッドでコイン6枚で一撃万枚。おー、やっぱみんな伝説持ってるんだね。熱かったよね、あの頃はね。まあ、アコム、レイク、プロミスが儲かってた時代ですよ。いろんな意見を聞きながらあの形にたどり着きました。スロット、チャマで万枚ありました。あ、スロットやるんだ。そんなよ。新基準のゴッドがはっきり言ってクソ台ですね。いや、俺ね、あんまりよくわかってないよ、もう。
なんかもう、久々だから、もう5、6年打ったことなかったから、久々やってるから、ただまあ、疲れるよね、ヒューマンの代。なんかこう、じわじわって、なんつうの、毎回その40ゲームに1回ぐらい勝負をしないといけないっていう、なんか辛さがあるっていうか、安心感がないんだよね。俺、海物語で朝2000円で出て、優が、で、優が、玉出てっぱなしで16万ぐらい買ったことある。ほうほうほう。まあ、やっぱね、いろいろあるよね。俺だけど、その6万4000発だから6万発超えした時は、本当にすげえと思った。雑誌とかでしか見たことなかったから、6万発って。5万発はあったんだよ。4万発、5万発はあるんだけど、6万発を自分の人生で引いたのはね、一番感動したかな。こんなことあるんだ、みたいな。出っ放しだからね。もう疲れる、後半。多分なんか、台忘れちゃったんだけど、出玉が多いやつだったんだよな、なんか。2000発ぐらい出る出玉のやつあるじゃん。そういう台でずっとバカンバカン出て。デカビタね、その昨日のパチンコで買ったやつだよ。うまいんだよね、デカビタ。だから、モンスターエナジーとか言ってるけど、100円で別にこれうまいじゃん、みたいな。おはよう、かぐらさん。盛り上げてってね。昔の台は目押しできれば低設定でも勝てない。そう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 。もうだから夢がないよ、本当に。夢がない。夢がないよ。新基準っていうのは何？法律が変わったの？あれは。法律が変わったのかな？何なんだろうね。ちょっと今、未だによく分かってないんだけど。要はあれでしょ？なんか ART で、もう本当になんか、あんな感じの台でしょ？バジリスクとか定義、え？新基準じゃないんだよね。よく分かんないけど、まあ面白くはないわな。クランキーコンドルやったことないっすね。俺が生まれて初めて打ったのが、あのね、スロッター金太郎かな？スロッター金太郎っていう台で、友達がパチンカスで、もう大好きで、で、よく行ってたから、ついてったら、どれがいいの？わかんないわかんないって、まあ、いつもの俺の感じで、で、これ打ってろと。で、演出熱かったら続けてろと。で、いくらぐらいやればいいのって。まあ、3万か5万だよっつって、そんなかかんのっつって。まあ、いいわ、やってるわ、つったら、5000枚ぐらい出て、ずーっと出っ放し。ART ボナか。吉宗で相当美味しい思いさせて、吉宗やらなかったんですよ、俺。北斗ばっかりで。歌とかはね、なんかじい様だってーなー、あーばあ様だってーなーって、こう、リズミカルにみんな打ってたから。みんななんか、あの歌リズミカルに打つんだよね、なんか楽しそうに。こっちはね、愛を取り戻せを聞きたくてもずーっとやってましたよ。ART と A タイプが主流に。ほうほうほう。A プラス A タイプ。ART プラス A タイプってやつか。エヴァンゲリオンも新基準なのかな？実はそのスロット打つようになったのが最近。エヴァンゲリオンの新しいやつから打ってるんだけど。あれ面白かったっすね。エヴァンゲリオンは。もうなさ、でも ART 入らないと面白くないね。AT っていうのはなんだっけ？アシストタイムだから AT っていうのどういうやつだろう。 AT がよくわかんないね。 ART と AT の違いがわかんない、AT っていうのはどういうやつだろう。ゴッドとか ATまあでもしょうがないよね。でもね、パチンコの店長が言ってたけど、昔から変わんないって言ってたよ。パチンコが盛り上がって、規制が入って、スロットが盛り上がって、スロットが規制入ってっていうのを繰り返してるだけだって言ってた。だから、これからパチンコが熱くなるんじゃん。なんか、新しい基準みたいのができて。もう、いたちごっこなんだって。いくらでもその、ね、頭のいい人たちが設計してるわけだから、そういう風に客をじゅんぐりじゅんぐり巡回させてるんだけど、まあそれを失敗してるんだろうね、今の台は。今のやり方っていうのは。
もう店側で回せなくなっちゃってるんでしょ、ぐるぐる客を。残念なことに。今日旧アナゴで2万枚の台あった。約40万すげえな。旧アナゴが分かんないけど、うん、旧アナゴ。でも番長もう一回打ちたいかって言ったら、番長打つんだったら俺はバジリスク打ちたいかな。バジリスクの方が面白かった、うん、なんか番長はすげえみたいなのなかったな。なんか興奮はしなかったね、うん、あ出るなーみたいな。ハーデスのこと？ハーデスアナゴって言うんだ。おう。パチンコは不正がなければ本当に運ゲー。パチスロみたいに設定とかないから。あ、でも釘読めないとダメでしょ。うまい人、やっぱ、あのビッグ中、ビッグ中っていうか、格変中に弾増やすの知ってる？友達のプロの人に教えてもらったんだけど、時短で1回でその100円分ぐらい浮くの。増えるんだよ。時短中に増えるの知ってる？止め打ちするんだけど、こう、今の台どうだかわかんないけど、昔の台とかのパカッ、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 パカッっていう、そう、3回のリズムとか4回のリズムってあるんだけど、要は、その、止め打ちをすると、その、出玉が減らなくて増えてくの。200円分ぐらい儲かるから、例えばその、20回引いたら2000円分ぐらい浮いたりすんのよ。そういう、細いテクニックは教えてもらった。アナザーゴッドハーデス。略してアナゴ。ああ、そういうんだ。ありがとう、起きたぞ。俺が、昔から通ってた店、2階建てだったんだけど、昔2階建てありましたね。上の階がボクシングジムに変わった時、ああ、もうパチスロの時代終わったんだなって思った。あーですね、うん、パチンコスロットやったことないですか、ダンボールさん。止め打ち必須だったよね、昔ね。派手物じゃない、あのエヴァンゲリオンとか海とかでもできたよそれ。いやーもう出ないでしょ、うん、客がいないもん。だって俺成田なんだけど、富里なんかすごい、朝どれくらい並ぶかって言ったら200人ぐらい並ぶんだよ。あの都内とかの店の規模が違うんだよ。もうね、ドーンってでっかい建物建てんの。すっごいでかいので、なん 3,4 倍東京のでかい店ので、もう2階建てとかさ、それこそひまあ普通1階建てバーンってでかいホールなんだけど、そう、200人300人並ぶの当たり前だったからね。止め打ちダメは多いね。だけど俺茨城びっくりしたんだけど、茨城知ってる？もうね、誰も座ってなくて、球がポン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 跳ねてんの。朝から。え、何これっつったら、なんかチェーンでアース引いて、ほんとだよ、これ。茨城の店ガバガバなのよ、釘が。ねえ、もうポン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 勝手に打ってんの。もう3台ぐらい。で、おっちゃんとかこうやってタバコ加えて見てんのよ、3台ぐらい。あ、向こう出るかな、と。お金入れてんのよ。俺、もう完全に違法じゃん、それ。違法っていうかさ、摘発対象じゃん。本当にびっくりしたよ。茨城の、その、田舎の方とか。本当にあるんだよ、そういう店が。で、釘本当にガバガバなの。びっくりしたよ。え、勝てるじゃん、つって。その、千葉だから、あの、茨城の方とか行かないじゃん。3時間とかかかるから、車で。やばいと思ったよ。本当にこんなのあんの？みたいな。で、さらにもっとびっくりするのが、スロットのコーナー行ったらもっとびっくりするよ、つって。設定6とかじゃないんだけど、ライオンとか刺してんの。もうダメなんだよ、もうその時。その時もそれやっちゃダメなのに、ライオンとか、なんか雑草とか、タイガーとか、札刺してあんの。いや、これ設定したじゃん、つって。そうだよ、つって。ガバガバだよ、つって。本当に出るんだよ。マジか、と思って。でも、かそってたね。だから、そう、昔ね、設定、仕事確定イベント、ね、仕事確定とかあったもんね。イベントでダメなんだけど、もうガンガンやってんの。無法地帯なのよ。
今わかんないよ。もうそれでも何年前だろう。それでも6年ぐらい前、6年7年前の話だと思うから。6年7年じゃ聞かねえな。それでもバリバリダメだった頃にやってたから、今でもやってんじゃないの？近くのパチンコ屋朝行ってゼロ回転や、いや、ゼロ回転やないんだがいいの。ゼロ回転やないんだがってな、どういうことだろう。ゼロ回転やないんだが。うん。今はね、もう面白くないよね。俺ね、でもね、俺変な夢見たことあって、初夢が島唄で万枚出す夢を見たことがあんの。なんとも言えなかったね、なんか。ずーっと島唄でキュインキュイン、キュインキュイン言ってる夢を見て、ずーっと出てるんだけど、夢だったんだよね。あれ何だったんだろう、マジで。その時はまあ、パチンカスだったからね。うん、でもまあ、あれだよ。そんなハマるもんじゃないよ。その人生の若い時とか、年寄りになってもうやることなくなったらやるもんであって、普通に働いてたりとか、夢を追っかけてたりとか、やるべきことやってた方が絶対人生の実りになると思う、俺は。毎日毎日通ってやるもんじゃないよ。スロットは。パチンコは。だからまあ、かそってるんだけど。かそってるんだろうけど。ね、人生費やすぐらい面白いゲームかっつったら、俺はそんなことは思わない。もう配信やってた方が全然面白い。ね、配信は青天井だからね、稼ごうと思ったらね。夢があるよ、この世界は。知名度も上がるし、ちゃんと実績も残るし、ファンもね、どん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 獲得できるしさ。頑張ったら頑張った分だけ実りがあるんだもん。だってスロット頑張っても頑張ってもね、負けるとき負けるからね。だから面白いんだろうけど、ギャンブルってやつは。でもさ、俺ゲーセンでスロット打つとか、もう全然ダメ。理解ができない。あれさ、掛け事だから面白いわけだ。だってさ、じゃあ、法律変えて、もう全面ギャンブル禁止ってなって、算定方式もダメってなってさ、打つ。絶対打たないでしょ。だから結局そこなんだよ。本当に面白かったら、テレビゲームとかみたいに、面白いからやるっていうことじゃん、あれって。だからお金買うわけじゃん、スマホゲームとかも。だけどさ、パチンコとかスロットとかに、お金、ギャンブル禁止っつって、5000円でとか、1万円でソフト売るよっつっても買わないでしょ、みんな。だからそんなもんなんだよ、パチンコスロットの限界っていうか。本当に面白いコンテンツではなくて、ギャンブルがあるからっていう、そのギャンブル性でやってるだけなんだよ。そう、結局だから取られちゃうんだよ、そこに欲に駆られていくと。別に俺はパチンコスロット消費っていうかさ、息抜きでやるっていうんだったら全然いいと思うの。ただ俺はパチンコで食ってるって自慢する人いるじゃん。俺は正直ないなって思うの。もっと儲かることあるし、もっとね、だってパチンコで年収2000万って絶対ありえないから。パチンコで勝ってるっていう、いると思うの。スロットのプロの人はいると思うの、パチンコでも。でもね、年収5、600万だよ。絶対そうだよ。マックス年収5、600万だよ。トップの業界で。だったら、ネットワークビジネスでも企業でもさ、株でも FX でも生主でもやってる方がまだマシだと思うよ。これが俺の正直な感想。他に時間を費やしたい方がいいものあるんじゃないっていう。まあ、スロットライターとかは別だけどね。それは仕事だから。ライティングでもお金もらうわけだから。オスロで凱旋ハーネスくらいしか打ってなかったです。でも、フワッチ始めたから行ってない。だから、フワッチは面白いんだよ。それでいいんだよ。うん。フワッチ始めたのいつぐらいなの、ちゃんまよ。いつぐらいの時期なの。俺ちょうどもう半年経ったよ。多分、同期ぐらいじゃない？同期だよね。1、2、3、4、5、6だ。6ヶ月目だね。ちょうどだ。ちょうど半年経ったんだ。うん。多分同じ時期か、先輩だよね。だいぶ変わったよね、フワッチも。こんなに盛り上がるとね、思ってたけど、実際盛り上がるとビビるよね。パチンコとスロットは台の話だけで、どっちか分かるの。え？どういうこと？どういうこと？パチンコとスロットは台の話だけでどっちか分かる。どういうことだろう。分かるよ。例えば、北斗っていう話をしたら、北斗の剣のことなんだけど、パチンコもスロットもあるんですよ、両方とも。だけど、まあ
まあ、パチンコの北斗の拳も面白いし、別に人気台なんだけど、まあ、基本的にはスロットの話だな、とか。私は3月くらい。え、嘘？あ、そんなもん3ヶ月くらいか。もっと昔からやってる印象あったわ。思ったがニコ生明らかに夜とか放送減ってる。ああ、そりゃそうだよ。だって、今全員来てるの、ふわっち。そりゃそうでしょ。ニコ生の配信者なんかほとんど来てるよ。中堅とか大手とか過疎とか。サノッチも今やってるし、うん。向こうだったらね、100人ぐらい集めるでしょ、アクティブ。それが今アクティブ2だよ、サノッチ。3、4ヶ月だ。あ、初配信クリスマスなんだ。うわ、なんか悲しい。何があったんだろう。ちゃんまよのクリスマスに何があったんだろう。なんかきっと、放送では語れない悲しいエピソードがなんかあるんだろう。女の子の一人クリスマスで配信って一番悲しいからね。わかるんだ。ずっと疑問だったもん。パチンコ行ってさ、って話聞いて、パチンコだと思ってたスロットで。はい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 。そういうもんだよ。やっぱりそれは。例えば、あ、まあ、それは絶対わかるだろうね。うん。それはやってたらわかるんですよ。やってたら。もう、人気機種って決まってるから。話題に出るの。例えばさ、マドカマギカとかの話出ないじゃん。マドカマギカっていう台とかもあるんだけど、もうずっともう何日間もパチスロの話してるけど、マドカマギカ面白いよね、とかないでしょ。そういうもんなんですよ。エヴァンゲリオンも出てこないじゃん。エヴァンゲリオン俺好きな台なんだけど、エヴァーとかないじゃん。そうそうそう。まあ、そうだよね。ダンボールさんはやらない人からしたら面白くないよね。全然普通の話題振ってくれたら話すからね。ちょっと、ブラウザバックしようかな、じゃなくて、別の話題振ってみてよ。そこは配信者だからずっとその話とかしないで、今いるお客さん、リスナーさんの中で、一番面白い話題は何だろうって探してるのが配信者だから。マドカマギカ結構面白いよね、あれね。うん。あれ面白いよね。でもなんかスロッターからは受けてない。な、あの、にわかが打つ台なんだろうね、多分ね。アニメファンとか。初代マゴノマギのスペックだけは好きだった。ティロフィナーレは香川の話だね。ティロフィナーレっていう台はないね。大丈夫、勉強になるし、配信もたまに見てる、ありがとう。でもね、スロットはやらない方がいいよ。多分、ここにいる全員、まともな人間だったら、スロットの配信話題してるけど、聞いてみようか。パチンコやらない方がいいよっていう人手挙げて。パチンコスロットやめた方がいいよっていう。全く知らないんだって、ダンボールさんは。やらないんだって。やめろって言うよね。手挙げて。俺反対だわって。この世界入らない方がいいよって。全員手挙げると思うよ。それが現実だよ。うん。知らないんだったら、だからタバコとか酒とかと一緒だよ。でしょ？沖田さんもテンポ、ほら、全員あげるでしょ？これが現実なんだよ。これが現実なの。全員あげ、でしょ？これが現実だから。結局、要は、体を悪くするものとか、人生を滅ぼすものなんだよ。だから、病気自慢だよ。年寄りって病気の自慢するじゃん。どこどこの病院行ってって。そういうもんなの。本当に。だから中毒になってんのと一緒だから、そう。だからさ、俺らはその配信のネタでやってるからまだいいじゃん。うん。いや、こういうもんだよ。全員提案なんだから。だってね、本当にいいよって話じゃないでしょ。だってパチンコ屋にいるおっさんの顔見てみろよ。年収5000万とかなわけないじゃん。億万長者いると思う？汚ねえ親父ばっかりじゃん。頭テッカテカに油切って。そういうもんだよ。でもそれが哀愁があるんだよ。やっぱりそう、文化だから、これは。そう、死んだ顔してるしね。カイジの世界だよね、だから。うん、だから、人生をダメにしに行く場所だよ、あそこは。あえてダメにしに行くっていうか。俺は、なんつうんだろう。やっぱり、打ちたいっていうのがあるわけよ。もともと打ってたから。でも生活保護でずっとそれを仕事もしててできなかったし、生活保護だったから自分を縛ってたわけよ。もう、生活保護でギャンブルはやめようって。だからそれがなくなったから、じゃあご褒美に打とうっていうのがコンセプトなのよ。
たまにいるけど、まあ大体あれだよ、自分で成功した人じゃないよ、それは。親が金持ちとかだよ。そう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 、脳汁出したいんだよね。そう。でも別にバンドでもいいし、配信でも脳汁出せる人は出せるから、そう。だからいい、お金のかからなくて、程よく楽しめる趣味を見つけるのが一番いいよ。そう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 、じいさんばあさんのね、田舎の方とかそうだよ。うん、老人ホームだよ。メダルゲームの方は全然面白いよ。メダルゲームは面白いよ。ゲーセンの方が面白い。特に田舎の方のゲーセンとかって緩いんだよね。ほんと、1000円で何百枚もね、500枚とかメダルもらえるから。競馬ゲームとかやってたら面白いよ、今のメダルゲーム。すごい出るし。メダルゲーム楽しいじゃん。ゲーセンで。俺競馬の、いや、すごいハマってた時期あるよ。競馬の。すごい、こんな椅子にこんなでっかいモニターで競馬できるの。で、でっかいモニターが目の前にあって、ジャキジャキジャキーンとか言うのよ。最近ギター買ったからソロってどうやってやるの？あ、俺わかんない。全然わかんない。フォークギターなのかエレキギターによるけど、まあ、多分ソロギターってどうやってやるってことはエレキギターだと思うんだけど、楽譜買えばいいんじゃないの？好きな曲の好きな、あの音弾いてみたいなっていうのあるじゃん。例えば、うん。俺、全然ギターあれだかんね。超下手だかんね。それ、吹かすわけじゃないよ。例えばなんだけど、長くギター弾かないから安心して、すぐ終わるから。これあるじゃん。で、そのパワーコードっていうのがあるんだけど、カート・コバーンっていう人の、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットっていう曲があるのね。それはパワーコードの普通の弾き方なんだけど、この、聞いたことあるぞ。こういうの。で、ランシドっていう曲の、なんかソロなのかどうかわかんないんだけど、そう、これニルバーナなんだけど、ランシドのソロっぽいところは、みたいな、こういうなんかその自分がこれかっこいいなっていうのを、なんかその友達とか詳しい人とか楽譜とか買って、あれどうやってやるのってやって、俺はなんかこう練習してる感じかな。うん。スターホース、あ、そうそうそう、スターホースってやつね。だからまあ楽譜買ったりとか、まあ耳コピっていうんだけど、自分で音をこう辿っていってゆっくり、あ、こうやって弾くんだっていうのも楽しみだろうし。そうだよね。うん。まあ、あんまり、あれだよ。楽しく弾くのが一番いいよ。最初はみんな下手なんだから。うん。競馬のコインゲームのやつ本格的。すごいよね。その、スターホースってやつだと思うんだけど、あれめちゃめちゃ面白いよ。あれ課金できたら超ハマるよね。あれで、そのコインを3点方式で課金したら面白いよね。みんなやるだろうね。パチンコなんか潰れるよね。うん。パチンコなんかやらないよ。全員馬やっちゃうよ。ゲーセン馬。今日から旅だよ。実感まだないんだけど。今日から俺旅だよ。今日俺生まれ変わるんだよ。今日この日に俺人生の夢叶えるんだよ。子供の頃から夢見てた旅人になるんだよ、俺。なのに実感が全然ない。YouTube でギターだけのやつ。YouTube で今ギター教わるのが一番いいと思うよ。旅立ちの日だよ。トゥーさんいらっしゃい。今日旅立ちだよ。いやー、なんだろうね。全然実感ないよ。夢が叶うんだよ。今日だよ。今日の夜。旅人になりますよ、僕は。うまくいくかな。どうだろうね。今日から日本中ぐるぐる回るからね。理想の生き方ですよ。新しいフォロワーさん、リーダーさん、フォローありがとう。4万のギター半額で買えて得した気分。チューニングもギターについてる。チューニングはまあ、だって今 iPhone でできるもん。iPhone のチューニングアプリとかすごいよ。頑張ります。ありがとう。
まあ、頑張るとは違うけどね。そう、ライフスタイルだから、うん、ノマドワーカーって言ってさ、ありがとうございます。花火ありがとう。そう。ライフスタイルで、その、生き方だと思ってんの、俺は。その、どういう風に生きていくかっていうかさ、うん。何ヶ月もない。だから、本当の本当の理想形を言うと、家を持たないぐらいで生きたいの。だから昔の作家さんとかってさ、その、ね、軽井沢とかで引きこもって何かをやってたりとか、その、なんだろう、旅人ってさ、もうずーっと世界中を転々としてるの。で、帰ってくる家は用意しといてもいいかもしんないけど、ほぼ、なんつうの、俺は旅人の条件っていうのが、1年間の半分以上を外にいる人だと思ってるから。だから、なるべくその期間は設けないで、常にプラプラしてる人になりたいんだよね。ゲーセンの競馬といえば、液晶の中を馬が走るやつじゃなくて、小さい馬が目の前をぐるぐる走る。あー、あれの発展版ですね、今。すごいっすよ、ゲーセンのやつ。もう、パソコンモニターみたいなのがテーブルに備え付けて、パッパッパッパって打って、前のでっかいモニター、映画館みたいになってバーって走らせて、演出とかもあんの。自分のやつが熱いと、ジャキ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 って言って馬が出てきたりするのよ。虹色の。今週 FX で勝ったら匿名で投げてあるよ、花火。マジで？ありがとうありがとう。ぜひぜひ勝って。でもそういうのね、絶対ね、験担ぎでいいよ。俺も、いいバイブレーション。要は、その、頑張ってよってなるし。気分が良くなるじゃん。で、勝った時に、もう、100円でも1000円でも投げてくれると嬉しいよ。ありがとう、リノちゃん。ぜひぜひ、リアトツしてください。リアトツ1万人の旅なんで。そう。よろしく。みんながね、リアトツしてくんないと終わらないからね。配信者も、リスナーさんも関係なくリアトツぜひお願いします。新しいフォロワーさん、りょうさんフォローありがとう。おはよう。イラカワコバカさん、イラカワコバカさんいらっしゃい。おはようございます。今日から旅ですね。旅ですよ。この日は当分見れない。そうだね。まあでも、捨て頃のね、格闘技イベントがあるから、6月10日に殴り合いしますんで。5月の21日が俺の誕生日なんだけど、その時帰ってくるね。5月に。これに出るからさ。うん、よろしくです。おい、おはよう、ヨシピコ。昨日勝ったよ。4300枚かな。あ、違うな、2300枚か。2300枚だから、4万3000円勝ちかな多分。ちょっと見てみようか。多分4万3000円勝ちなんだよな。4万7000円だから、違うな。4万2000円勝ちだね。あ、全然いいよ、全然いいよ。ノンタン許可出たから。女性リスナーさんでもリアトツもするし、コラボもするよって言って。うん、オスバン、俺、微妙だった。微妙だった。要は、慣れてないし、どれが熱いとかもわかんなかったし、出ちゃった台だから、いきなり。そう。俺は、なんだろう。あんまり、だったね、正直。昨日の引き際は鮮やかだったね。だって初めて勝ったんだもん。初めてプラスの段階だったんだもん。引き際も何もないんだって。いや、勝ったからやめようじゃん。俺、結構勝ったら追いかけないよ。あっさりだよ。あ、もうやめるわ、つって。だけど、今までの場合、ずーっと飲まれ続けるパターンだったから。うん。勝った勝った。オス番長。要は、配信も、要は金額達成できなかったから、行かないっつったの。で、プライベートで打とうと思ってたのね。もう完全にもう放送満載で、旅前だからリアクしに行こうつってノンタン誘って行ったら、5000円で出やがったんだよ。で、ART だったのね。ビッグじゃなくて。で、あー、これ連チャンしそうだなと思って、まあ、30分ぐらいで終わりそうだから、放送回そうと思って。そしたらもうずっと出っ放しだよ、2時間。うん。対決ベル。対決ベルバンバン引いたけどね。のんちゃんはなんか、ニューパルサーだかなんだかわかんないけど、が、ちょっと買ってたらしいの。1万ぐらい買ってたらしいんだけど、別の台に移動したら負けちゃったんだって。だからマイナス3000円だって。UFO キャッチャー俺超得意だよ。俺神ってるよ。UFO キャッチャーだってもう、なんでみんな知ってると思うけど、これも全部 UFO キャッチャーだし、あそこにも UFO キャッチャーぬいぐるみあるでしょ。俺めちゃめちゃうまいよ、UFO キャッチャー。そこにもスライムあるし。そこにもほら、スライム落ちてるでしょ。スライムだらけなの。UFO キャッチャーは、プロの人に教わったの。あれって技術があんだよ。取り方って何種類もあんの。
で、どれを選択するかなんだよ。だからあれ台の設定とかあんの知らないんだよね、みんな UFO キャッチャーに。イベント行きたかったけど、チケット取れませんでした。もうだって争奪戦だもん。すごいよ、チケット。うん。でもね、今回のは配信者だったりとか、配信好きな人は絶対来た方がいいイベントだと思う。もう一生ね、このイベント残るから、香川万博みたいに名前が。だから生で見るの違うから、やっぱりイベントは。今日はそう、出発式しないの？いやー、うん、なんかあんま大それた感じじゃなくて、着々とやっていきたい感じかな。うん、なんか企画じゃないから、うん、まあ普通にリア突バンバン来てもらえたら嬉しいなって感じで、初日からねどれくらいで行けるか。チケットは難しいよ今回。だって連続太郎さんの枠で100枚チケット売るときに1分でソールドアウトだよ、100枚が。で残りの200枚は一般販売、ローソンとかで売ったやつあんじゃん、チケットピア、あれ90分で完売だもん。難しいよ。でも来た人は相当熱いと思うよ。どこを攻める？あ、もう考えてないね。その、考えないことってすごく大事だと思ってて。その考えること大事なんだけど、考えても答え出ないことってあるじゃん。まあ、そういうのは考えない。流れを楽しむっていうか、波に乗るっていうか。とにかくだから、もう感じる？その、体験、経験をやってこうと思う。新しいフォロワーさん、イラカワ小バカさん、フォローありがとう。おはよう。ミシェルさんおはよう。まあまあまあ。だからリア突1号は誰になるのかなとか思ったりとか。野宿とかも全然するよ、お金なかったら。まあ、なるべくやりたくないけど。うん。何時から出発ですか？それも考えてない。それも考えてない。まあとりあえず12時までには出発しようと思ってるね。うん、全然考えてないの。それが俺配信だと思ってるから。むしろ準備もしてないんだよ、まだ。荷物も組んでないし、部屋も片してないのよ。それくらい適当。くらーっと出る感じで。いや、風天のトラさんの。どこにまずは？まず新宿スタートっすね。新宿スタート。とりあえずは。まあ、家出た瞬間からスタートだよね。いやー、ドキドキすんな。いや、旅いいっすよ。夢だったんだもん。みんなに会いに行くんだぜ。知らない景色見に行くんだぜ。みんなピックアップしといてよ。地元のおすすめスポットとか、観光スポットとか、ディープスポット。ワード、ここ行ってって、うん。で、会いに来てよ。頼むよ。期待してるよ。みんなで会ってさ、飯食って仲良くなろう。いや、全然旅先で、縛りは何もないよ。別にスロット打ってもいいじゃん、金あるときは。何やってもいいじゃん。あ、名古屋なんだ。名古屋全然あるでしょ。名古屋ほら、あれだよ。女の子がすげえブスじゃん。ワクワクするよ。夢だ。だって32歳だよ、俺。もうすぐ。30歳で夢叶えたんだよ。いいじゃん。あ、うなぎとかね。日本全国回る。ルールは日本全国回ることと、リア突1万人。うん。そうそう、あれだね。コミュニティにルール書いとくか。ルール、じゃあ更新するか。プロフィール欄に。リア突。リア突1万人の旅。取れたてしらすもうまいぞ。取れたてしらす全然食ったことあるよ。千葉。千葉でもあるよ。ひったくりとかに気をつけて。あー。まあでも日本だから大丈夫だと思うけど。うん。
ツイッター見てれば大体、いや、ツイッターじゃなくて放送回ってる時ならいつでも会える感じで。うん。そうだね。服も選ばないとな。まあ、やりながら現地で服買ったりとかもかっこいいじゃん。なんか、これ買うわ、つってコート買ったりとか。で、ね、このコート旅に合わねえわ、とかさ。なんか入れ替えていって。完璧な旅人の服を自分で決めるっていうか。これってテロップ入るかな？ちょっとテストさせて。こんな感じでテロップ常に入れとけばいいのか。生っぽ変換、あ、いや、まだ全然請求が来てない。うん。ロマンだよね。おはよう、高やん。ご当地 T シャツは着ない。俺はもう服は無地の黒い T シャツしか着ないって決めてるから、これを。そう。もう服選ぶのめんどくさいから。これって全部入る。あ、全部入ってるか。あと何文字入る ?23 文字。うん。ちょっと待ってね、文字を制限するから。こんな感じでどうだろうかな。80度ない。これで見やすいかな。ピアトツ1万人の旅、アット東京。日本全国を旅してます。放送が回ってる時はいつでもリアトツ OK。石灰1枚1000円。差し入れは荷物になるので NG。あと1万人。こんな感じでよくない？常に表示させておくテロップ。他になんかあるかな？こんな感じで OK だよね。多分。これ常に表示させておいたらさ、あ、今どこにいるんだとか、お定期。これで全然いいよね。いいね、これで。東京の次は千葉行こうかなと思ってるけど。リスナーさんが多いところにどん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 行こうかなと思ってて。だけどさん、どの辺に住んでんの？全然近くに来たらリアドしてくださいよ。テロップ作っておくか。神奈川の人はね、後半戦になっちゃうから、もしよかったら今日来てもらいたいかも。新宿でリアドツ待ちするから、今日の夜。神奈川だったら、最後の方になっちゃうから、もしよかったら今日来てもらいたいかも。今日がチャンス。新宿。ぜひぜひ会いに来てください。
こんな感じ。特例イベントで心霊配信、いや、何でもやる、何でもやる。要は心霊スポットここあるから行ってよとか全然やるから、車出したりしてね、全然やるよ、何でもやるから。そこはだからまあ場所が変わるだけだと思ってほしいかな、本当に。なるほど、了解です。神奈川行った時ぜひよろしくお願いします。昨日いくら買ったの？ 4万2000円だね。4万2000円。配信ふわっちのみ。俺はふわっち盛り上げたいから。おー、ベンドさんおはようございます。ベンドさんすいません、電話出れなくて寝てました。完全に頑張ります。ベンドさんよろしくお願いします。移動はね、リスナーさんの車、電車、バス、もう何でもあり、歩き、自転車、もう何でも。特に俺が期待してるのは、リスナーさんが車で、ちょっと、俺も一緒に、今日だけ旅一緒に付き合うよとか、車出すよとか、そういうのを期待してます。だから、旅は道連れ理論でやっていこうと思います。放送中、リア凸大歓迎ですと。で、あと何が必要だ？どこを注意すればいい？準備だね。ステッカー何枚作ったんですか？ 1000 枚ぐらいかな。うん。おー、わたつです。達彦さんおはようございます。あと何が、何の情報を書いとけばいいかな。放送中はいつでもリア凸大歓迎です。顔出し NG の方はマスクをつけたり準備をお願いします。
差し入れは NG です。荷物になってしまったです。ステッカーを1枚1000円で販売しております。サインが欲しい方はマッキーおじさんでお願いします。ステッカー購入していただいた方は写真撮影も無料で対応、写真撮影で、あとは、こんな感じかな。これでまあ伝わるよね。これで OK だよね。あとなんか用意した方がいいことあるかな。他の配信者苦労してたところあるかな。他に放送中はいつでもリアトツ大歓迎、顔出し NG の方はマスクをつけたり準備をお願いします。差し入れは NG、ステッカーを1枚1000円で販売しております。サインが欲しい方はマッキーおじさんでお願いします。ステッカー購入して写真撮影無料の特典付き、宿泊移動手段アイテムの支援をお待ちしております。これで OK だよね。伝わるよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。どう思う？OK だよね。これでいきましょう。北海道行きますよ。今ね、岩手のリスナーさんから連絡来てて、岩手に来たら車出してもらえるのと、あと宿代は用意するって言ってもらえたね。宿用意するって。いや、バールとかピッケルとかもう事件でしょ。走って逃げるわ。そんな危険なやつ来たら。うん。あとは、こんなもんか。こんなもんか。うん。あ、もうちょい書かないといけないことあるか。演習準備。大歓迎ですと。こんな感じかな。ぜひぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくです。こんな感じか。こんな感じか。いい感じだね。よし。何人ぐらい来るかね。今日初日だからね。いやー、ドキドキするな。今日初日だからね。今日で10人ぐらい行かないと厳しいよね。今日だけでも10人ぐらいのリアドつかせがないと厳しいぞ。だってね、365日で1日10人でも3000人だからね。帰れねえ。帰れねえな。1日30人平均で1年間で終わるケース、感じか。やば。大丈夫かな。きつ。よくよく考えると1万人ってほんと無謀だよね。3年かかるね。やばいな。マジでやばいぞ。3年かかるね、マジで。やば。
リスナーが1万人いないと達成しないような。いや、まあ、最低でも1万人いないダメでしょ。3万人ぐらいいて初めて見込みが立つけど。もう、俺がなんでこの無茶な企画立ったかっていうと、帰ってきた時にはもう大手になりたいっていう、確証がある企画にしたかったの。人生をかけたっていう。まあ、そこそこ有名だし、そこそこ中堅どころにはなったじゃん。まあ、手前味噌で申し訳ないけど、俺もう3年、4年やってるのよ、配信。4年目なのよ。で、それを考えた時に、まあまあまあ有名ですよ。ただまあ大手ではないですよ。微妙なポジションじゃん。ザ・中堅っていう。もう、絵に描いたような中堅なまぬしたわけじゃん。微妙っていうさ、面白いんだけどな、みたいな、わかる？なんかパッとしないよなっていう。もう帰ってきた時には大手になりたいの。もう、君臨したいのよ。閲覧500とか閲覧1000とか、安定させて。アンニーさんバカありがとう。だから、ニーナちゃんおはよう。だから、俺はこの旅を経験して大手になって帰ってきたいから、自分の身の丈を超えたことをやろうっていうのが俺の考えですね。ベギラゴンさん。そう。だってさ、ぶっちゃけ会ったら情が湧くじゃん。応援しようかなってなるじゃん。そう。俺はさ、話が上手いわけでも顔がいいわけでもないから、もう体張るしかないんだよね。で、ねえ、もう気に入ってもらうしかないから、体張って。だからやるよ。みんな頼むよ。なんか、和道のこと知ってるリスナーさん仲間いたら、みんなで来て。みんな引き連れて来て。それこそね、配信者さんがね、ガッて引き連れてくれたら面白いんだけどね。コンボがあったらね、イベントとかで。厳しいなぁ。ちなみに今回の企画、和道にリア凸しようと思ってる人、この100人の中でどれくらいいます？そう、何人ぐらいいるのか。交通費結構かかりますよね、多分ね。じゃあ俺行くよっていう人手挙げて。もう確定。今日からです。今朝いらっしゃい。はい、行くよっていう人手挙げて。おー、ダンボールさんありがとう。一人。ダンボールさん。ダンボールさん。100人中一人？一人厳しくない？きついよ。一人だけ？マジで？一人しか来てくんないの？やば、10年かかるわ。10年かかるわ。マジで来る？ケさんありがとう、2人。タカヤンさん3人。ハツさん4人。ありがとう。あ、立ちこまだかわいい。いいね。4人。4人です。4人。いや、きついな、これ。北海道来たら行く。6、5人。いやーもう、だってリスナーさんが来てくれないと話終わらないような感じだ。バレニューさんありがとう。6人。まあまあまあ、だから100人見てて6人でしょ？で、日本中ぐるぐる回んないといけないから。ほんと今日突する予定だったんだけど、来月帰ってきた時する。あ、ほんとに？オッケーオッケー。わかった。オッケーオッケー。あ、今日突する予定だったんだ。そうだったんだ。ほんとはね、今日来てもらいたいけどね、もしかしたら第1号になるかもしれないから記念すべき。田舎とかだったら誰も来ないかもしれないね。そうだね。もし、もう青森とか岩手とかでダメだなと思ったら速攻撤退するよ。頑張る頑張る。ありがとう。人生かけた企画だからね。いやー、ドキドキすんな。予定開けてたのに家の災難により、夕方な、あ、そうなんだ。そっかそっか。北海道旅行？北海道じゃない、日本全国。日本全国回ります。1万人リア凸するまで帰れないっていう企画ですね。それも書いておこうか。それも書いておかないと。それも書いておかないとね。後で誤解を招く可能性があるから。
書いとこう。おはよう、みゆちゃん。ティアニさんおはよう。福島行くよ、行くよ。福島近いんじゃないの？千葉、茨城、福島でしょ？わりかしそんな遠い、1ヶ月以内ぐらいじゃないのかな？うん。日本全国もあります。配信者の人にもね、たくさん会いたいよね。配信者の人にも。今日のね、夜家出るから。今日の夜家出る。今日最後だしな、パチンコ打とうかな今から。今日最後だもんね、パチンコ打たなきゃね、みんなね。今日家に入れる最後の機会だから、最後のチャンスだからパチンコ行こう。行かなきゃ、使命感。いやーもう全然パチンカスだからね。全然パチンカス。今からスタートはしない。ステッカーができるのが夕方なんだよ。そう、ステッカーを販売するんだけど、ステッカーのデザインこれね。これがね、夕方できるから、それを取りに行ってそのまま旅に出ようと思って。これを取りに行きます。これが1000円で売るステッカーですよ。噂に、悪名高いぼったくりステッカーですよ。悪名高きぼったくりステッカー。1枚1000円という。1枚1000円でステッカー売ってるバカ俺ぐらいじゃん？うん。あ、そうなんだ。2時ぐらいまでか。いいよいいよ。来てよ。1ヶ月戻ってくるから、ステゴロの時。その時して。でも今日のね、リアトツは絶対盛り上がるよね。最初の方だから。うん、名前覚えてもらうよね。よいこさんとか来ねえかな。とりあえず新宿でリアトツ町しようと思う。今日は。新宿でリアトツ町。どうしよっかな。東京で稼がないとな。まあ、いいか。でも東京もうつまんねえもんな。速攻出ようぜ。東京をパッとエスケープして千葉行っちゃおうよ。うん。せっかくだから県外いろいろ見たいじゃん。うん。どうしようかな。どこ行こうかな。楽しみだな。上野で凸町やろうかな、それとも。新宿でもいいし。いやー不安だぜ。不安だぜ、正直。1万人ってぶち上げ、1000人でもぶち上げてんのにさ。1000人でもきついぞ。いやーやっちゃったよな。ほんと悪い癖だよ。ほんと悪い癖。すぐぶち上げちゃうんだよ。明日雨なの？マジで？雨の日とかどうしようかな。カッパとか買えばいいのかな。マジ何も考えてねえな俺。不安になってきた。不安になってきたな。いやカッパじゃんやっぱり、うん、カッパでしょ。じゃああと5分で放送終わりにします。皆さんぜひ最後の雑談でした。楽しみにしててください。今日の夜配信スタートしますんで、うん、戻ってこれないよ。
戻ってこれないよ。ただこの企画終わったら大手になるって決めてるからさ、うん、頑張るから応援して。じゃあこれで放送終わりにします。ありがとう皆さん、たくさんフォローしてくれて。死なないよ死んでもな。オツです、オツです。パチスロは配信しないかな。多分行くと思うけど。多分行く。多分行く。死ぬなよね。死なない、死なない。大丈夫だよ。日本だからまだ。世界編が待ってるから。新しいフォロワーさん、タケトさんフォローありがとう。まあ大丈夫だよ。日本人みんないい人だから。悪い人いないよ。ここは日本だよ。まあ、なんとかなるよ。死なないよ。ご飯も食えるよ。頑張ろう。腕の一本、シャンクスみたいになるの俺。腕の一本落とすの？マジで？そんなにハードな企画なの？そんなにか。きつ。楽しみにしてね、本当に。俺も楽しみだよ。ワクワクは止まらないよ、冒険前の。冒険前だよ。ロマンスドーンだよ。ロマンスドーン。雑草食べねえわ。俺でもあれだよ。YouTube で振り込みだけの企画ってやった時、つくしとか食べようと思って公園行ったよ。100円のうどん食った時、3日目初めて食ったうどん泣いたかんね。結構体張ってる企画やってんだよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。また後で会いましょう。今日僕は生まれ変わります。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。